はい、皆さんこんにちは。今回は長野ツーリングの2日目、思い出のチェリーパークラインを目指して山を登っていくんですが、いつもの軽井沢方面からではなくて、嬬恋村の方から登っていくルートで紹介したいと思います。まずはこの嬬恋パノラマラインというところからスタートしていきます。はい、長野県の嬬恋村というとですね、この辺り、キャベツ畑がねものすごく広がっていることでも有名なんですけれども、この雄大な山々と大きなキャベツ畑のねコラボレーションを楽しむことができます。そしてなんといってもこちらのルートからチェリーパークラインの山の山頂を目指していく時の最大の特徴なんですが、山に入ってから途中結構長い区間ダートのセクションがあるということなんですよね。今回ですね、このオフロード車両である690エンデューロ R をね、購入してからのツーリングということで、いつもの軽井沢方面のね舗装された普通の峠道じゃなくて、あえてねこの嬬恋方面から登ろうということにしたわけなんですが、ここのね、ダートセクション、林道はですね、山の山頂に向かっていく形になっているので、ずっとこう登り続ける感じで、普通の林道とはちょっと様子が違うのかもしれないんですが、ただですね、普通の一般車両を、自動車ですね、四輪車が特に四駆でもない普通の乗用車も行ったり来たりしてますので、そこからね想像できると思いますけれども、かなり難易度が低い林道のコースになりますので、初心者の方とか腕にね自信がない方とかバイク納車したての方とかね、そういう方にもおすすめはできると思います。ただですね、あんまり車重が重たいロードバイクだと難しい場面も出てきますので、あくまでね軽量なバイクであればオフロードオンロード問わず登れるんじゃないかなという雰囲気ですね。KTM で言えばスモールデュークなんかだったらね全然登れちゃうような感じの林道の山道になっていると思います。はい、ここからね、ダートセクションが始まります。この道はですね、先ほど言った通り、往来が結構普通にあるので、あまり調子に乗ってですねスピードを出すのは NG かなと思います。普通に対向車にね乗用車が走ってきたりしますので、今回僕が登ってる間にもですね結構何回か車とすれ違ったりオートバイの方とすれ違ったりねこの後出てきますので、行かれた際にはですね、曲がり角の手前ではしっかりと速度を落として、対向車が来ないことを確認してですね、走った方がいいのかなっていう感じはしました。ちょっとね動画は2倍速にしてるので、急いで登ってるように見えるかもしれないんですが、実際はね結構のんびり気をつけながら登っていっています。今回ねここを走ってみて、個人的に気に入ったポイントはですね、移動するために、未舗装路を利用しているというね感じが非常に気に入りました。どういうことかっていうと、日本に住んでてオフロードバイクを楽しもうと思うとですね、わざわざ舗装されてないところとか、オフロードコースを走るとかね、
そういう特殊な環境を探して走る感じになるんですけれども、ここの林道はですね、まあ妻恋パノラマラインから入ってきて、山の向こう側に抜けるのに、必要な道がたまたま舗装されてなかったというようなね雰囲気を味わうことができるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、このオフロードバイクが旅の途中でなんかこう役に立ったみたいなね、本当はわざわざ走りに来てるんですが、まあ、あの形上ですねそういう雰囲気を味わうことができるっていう意味で、僕は好きなんですよね。まあ、この感覚ねちょっと理解してもらえる人がねいるかどうかわからないんですけれども、本当はね僕はあのアメリカ人に生まれたかったというかね、あのアメリカの広大な大地の舗装されてないところを永遠と旅するのにオフロードバイクに乗っていきたいみたいなねところがあるんですよね。ただ日本だとねわざわざこう舗装されてないところを一生懸命探す感じになっちゃうので、そのなんていうのかな、使い方がこう逆になっちゃうというかね、舗装されてないからオフロードバイクを持ってきたんじゃなくて、オフロードバイクが好きで買ったからわざわざ舗装されてないところを探すっていうのが日本のね、使い方になっちゃうんですけども、この道路はねあの山をこう山越えの途中がこう抜けてるっていうのかな、ピストン林道じゃなくて山の向こうに抜けている林道なので、まあ移動するためにこの道を使いましたというね、自分にそういうこう手が取れるというかね、そういう感じでね、旅をしている途中に林道を走るみたいなね雰囲気を味わえるのが良かったかなと思います。まあ、あとはね普通に長野の山を登っていく林道なので、真夏に来てもね涼しく走ることができるっていうのと、ずっと登り続けていくので、まあ時折ねこの木が開けたところなんかは下界がね結構見晴らしよく見えたりして、景色も楽しめるっていうのかな、まあ、そういうところも、いいところじゃないかなと思いました。今ですね手で何かやってたのは、このナビを見ながら走ってることによってですね、この山道の次の曲がり具合がどうなってるかっていうのがね、分かるので、それを確認してた感じなんですけど、結構ねこういうのも楽しいですね。まあ、自分はラリー競技自体は全然詳しくないし、全然分かんないんですけど、このラリーカウルをつけたことによってね、スマホのナビを取り付けるバーが目の前にあるので、まあ普通のラリーのねコマズみたいな感じで、まあ普通のカーナビですけどね、この次の道がこうなってるんですね、右にちょっと振った後に左に大きくヘアピンになってるとかね、そういうのが分かるのがね結構なんかこう面白かったですよね。
はい、ここでね、ダートセクションが終わりになりました。動画の方は2倍速でお届けしていたので、まあかなりね短く見えたかもしれないんですけれども、まあ実際の時間で言うとですね20分ぐらいですね、妻恋パノラマラインから山の方に右折してから、このダートが終わるところまでで大体ちょうど20分ぐらいの林道を楽しめるコースになっています。でですね、このダートセクションが終わってからも少し登り続けていくんですが、まあ、気持ちのいい峠道を楽しむことができます。そしてですね、山頂にレストランとかちょっとした建物が出てくるんですが、駐車場があったりしてね、そこから向こう側に今度下りながら降りていく峠道、これがですね、まあ、いわゆる地図で見るとチェリーパークラインという名前がついている峠道に、なっている感じですね。でそちら側は、まあ、モタードバイクとかだとね結構楽しめるような峠道で、以前もねお届けしたんですが、交通量がね非常に少ないので、結構穴場的なおすすめの峠になっています。これ今到着したんですが、ここが山頂なんですけども、これね霧が出てなければここからね下がもう一望できてかなりの絶景ポイントなんですが、残念ながら今回は霧が出ていて何も見えませんでした。ということでね、今回はこんなところでおしまいです。